秋ならではの絶景が広がっています。全国有数の紅葉の名所、大崎市鳴子峡で紅葉が見ごろを迎えています。大崎市の山あいにある景勝地、鳴子峡です。大谷川の浸食で刻まれた深さ100メートルに及ぶ大渓谷で、展望台からや遊歩道を歩きながら赤や黄色に色づいた紅葉を楽しむことができます。今年は猛暑の影響が心配されましたが、今月気温が下がったことから平年並みに色づきが進み、まさに今が見ごろとなっています。このところの寒暖差で今年は赤や黄色の色づきが良いということです。美しい紅葉の中を走るのは JR 陸羽東線。鳴子温泉駅から中山平温泉駅の区間は来月12日まで列車の速度を落として運行するため、車窓からのもみじ狩りを楽しめます。色は綺麗です。びっくりしました。今日は感激して意味を持ってます。はい、もちろん色合いもそうですけど、岩肌、あと渓谷ですよね。今たまたま電車通りましたけど、その電車の警笛がやっぱ響きましたね。渓谷に、なかなかいい雰囲気だなと思いました。想像以上に綺麗に、そう、色もね、ちょうどよくグラデーションというか、よく見えて、よかったねってお互いに言ってたところです。鳴子峡の紅葉は来月上旬まで見ごろが続くということです。